アンデス横断鉄道 E-200 系電気機関車はアンデス山脈を横断してチリとアルゼンチンを結んでいたアンデス横断鉄道で使用されていた山岳鉄道用ラック式電気機関車である南アメリカ大陸アンデス山脈をウスパジャタ峠で越えて横断してチリのロスアンデスとアルゼンチンの面倒さを結ぶアンデス横断鉄道は 全長2 4 8キロメートル、標高差約2 4 5 0メートル、1000mm 期間の山岳鉄道で、その前後の区間を 1676mm 期間の地理国鉄及びアルゼンチン、大西部鉄道とブエノスアイレス、太平洋鉄道で連絡して、太平洋岸のバルパライソと大西洋岸、ブエノスアイレス間の 1409km を接続していた。 このアンデス横断鉄道は1891年の1910年の開業時には蒸気機関車が牽引する列車で運行されており、チリ側のチリアンデス横断鉄道ではボルジヒ製やキットソン製のラック式蒸気機関車が使用されていた。その後、国境を越えるクンブレトンネルが存在するリオビアンコアルゼンチン側最初の駅である。 ラスクエバスのラック区間を含む区間が1927年に、1956年に、チリ川起点のロスアンデスとリオビアンコ間が直流3000ボルトで電化され、1925年3月に SLM と BBC に発注された E-100 系ラック式電気機関車の E-101 から103号機が1927年から使用されていた。本形式は、 1956年の電区間の延伸に対応するため E-100 系の装備として同じく BBC と SLM に2機が発注され1961年より運行を開始した山岳鉄道用の機体であり車軸配置1シーズシーズ1の2両固定編成の各車体に手電動機3機ずつを装備していた E-100 型から構造が 大幅に近代化されて、二軸ボギー台車に粘着動輪とラック用ピニオンと2機の主電動機を組み込んだ、車軸配置坊主坊主、自重約60トンの機体にまとめられている。また、牽引力は E-100 型と同じく80、パーミルのラック区間で150トンの列車を牽引できるものとなっており、新設計の駆動装置によって、最高速度が粘着区間で、 時速 60km、ラック区間で 30kmH にそれぞれ引き上げられているほか、標高 3000m 以上、陶器の積雪が 5m を超える無人の山岳地帯での運用を考慮した設計となっている。アンデ相談鉄道の沿線風景、ラック方式は、ラックレール3条のアプト式。ありがとうございます。